どうも、ロシングルです。今回もボーダーランズ2チャレンジ動画やっていきましょう。今回もダウンロードコンテンツ1からザ・リヴァイアサンズ・レア。オルトマニア。これはリヴァイアサンとの最終決戦の場所の通路ですね。そこの高いところにあります。場所はここです。真っ赤な血。これは、リヴァイアさんに食われた時に内臓の中でロスコと戦うんですけども、こいつを1分以内に倒します。すると簡単に達成できます。失われた財宝の中で失われた何か。リヴァイアさんを倒した後に、財宝を手に入れるピラミッドがあるんですけども、奥にネタバレになっちゃいますけども、で、このピラミッドに入って右側から入っていった際に下に降ります。で、最下層のとこに行くとこのように穴が開いてますんで、入るとチャレンジ達成です。噛んじゃった 場所はここになります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。アリベデルジ。